八大夜叉大将とは仏教における夜叉鬼神のことで、特に毘沙門天の眷属とされる。夜叉羅説は古代インド神話上における悪鬼の総称。夜叉については別項目内部リンクを参照のこと。毘沙門天はもともと暗黒界に従する夜叉鬼神の長とされ、毘沙門天が仏教に帰依したことにより、悪鬼羅説夜叉などの類も仏教に帰依する形となった。もともと悪鬼であった夜叉等は、前身として、毘沙門天や、その他の神々と共に祀られるようになった。その配下に属する夜叉は五千とも言われ、その頂点に立つのが八大夜叉大将である。常に、毘沙門天の指示に従い、祈願する者を守護すると言われるがゆえに、守護八大夜叉神とも称される。同じ眷属中に、毘沙門天28使者なども存在する。専修院の毘沙門天28使者が有名である。田村隆立、毘沙門天、曼荼羅1862年毘沙門堂少林地蔵、第2院にいるのが八大夜叉大将と竜王名を、経典によっては若干の名称違いが存在し、必ずしも一定ではない。この他にも仏教に帰依し、信仰の対象とされる夜叉神も存在する。有名なものでは、子供の守り神とされる、鬼守護神、薬師如来の眷属の十二神将、大般若経の守護神である、神社大将などがいる。ありがとうございます。